皆さんこんにちは、太郎です。本日ははい、9月12日火曜日です。はい、ということでね、そうですよ、今日もハウスですよ。はい、もう毎日ハウスですが、はい、今日もですねハウスの上に登っております。まあ、そしてね、今日何を行っているかと言いますと、はい、また縛り物、今日はねこの日もこれを縛っております。はい、これね、まあよく見るハウスで使うような紐、この紐ですね、これをまあだいたいね1メーターちょいほどでしょうか、切りまして、このね袋紐、この谷近くにあるんですが、この巻き上げ加工面の上部にある袋紐、これをここで袋紐と結んで、紐をですね、でそのワイヤーにも結んで、下のそして、はい、ビニールを固定する、そういった作業を行っております。まあ、これをすることによってね、まあ、このビニールこっち方向のズレはね、もうこのハウステープいっぱい結んであることと、ビニベットね網網してましたよね、スプリングを、それをしたことによって止めれてるんですが、こっち方向ですね、ハウスの塔の方向とは垂直方向のこのアーチ方向、このビニールのズレを防ぐためにこういった作業をするそうです。はい、実際効果があるのかは知りませんが、毎年やっててね、まあ、綺麗にずっとビニールが保持されてるので効果があるんでしょう。ということでね、今日も漏れなく、はい、このハウス10連棟ですので9ホロね、その作業を行うというところでありますが、はい、何でもありません。今日もひたすらその作業を行っていくというところでありますね。ずーっとね、あちらまで、はい、うん、今一ホロ目の一つ目の谷の、はい、片側が終わりました。次ね、片面、もう片面をしていきます。なので谷の両側ですね、それをあと8谷か、10連投なんで9個谷があるのでね、はい、まあ、そんな感じです。なのでまたちょっと頑張っていきましょう。はい、それではやっていきます。ですね、紐は邪魔になるので腰にね、このように結びつけております。一本の紐で腰にベルトのように巻いて、その中に、はい、束を通すという感じですね。でその束からそのまま引き抜いて使うといった感じであります。よし、どれどれ、画角はこのぐらいでしょうかね。で、はい、ここね、穴を開けて、この紐のところにね、ここ紐を入れるための、はい、袋状になったビニールがですね、接着されておりますので、ここに穴を開けるからといってビニールに穴を開けているわけではありません。はい、このようにですね、よいしょ、はい、つけると、でよいしょ、ね、形を結びですね。そしてまた、はい、くるっとでね、手袋する人しない人いますが、私は絶対する派ですね。で、私の家の場合は1、2と飛ばして、はい、こんな感じです。で、私のこだわりなんですけれども、こことね、このテープの間、ちょっとここしてませんが、間違えました、お忘れておりましたが、テープとテープの間にこのね紐が来るように意識しております。あと通すと結構ですね、ここで形を結びをするとね、厄介ですので、もう半分に折ったまま通して、まあ、結びするような感じです。で、ここは形をですね、もうね、おのおのやりやすいやり方、こう本当に家によって様々らしいのでね、昔はハウスの内部から固定する方法でしたが、それですとね、まあ、ハウスが湿ってたりなんたりするとなかなか作業が進まないことが多発しておりましたので、私のこのハウスにおいても、このハウスの上からこれをする方法に変更しました。で、一応ね、みんなこのようにやってるらしいです。あんまりね、ほら、ちょっとなんだろうな、人によっては
まあ、例えばその家の家のやり方でしょうけれども、例えばね、ほら近所の方と協力してね、やる方であったりとか、そういった場合はね、やっぱりそういった方はいろんな方のね、そういう、まあ、グループというかね、協力し合うグループのいろんな方のハウスに行くので、いろんなやり方を見ますけれども、私の場合はね、はい、私の家の場合は業者さん委託なので、あまりその人のハウスに行くことがないんですよね。なのでね、ちょっとね、わからないというところがね、正直なところであります。人のやってるところはね、まあ口頭では聞くようにしてますけどね、やっぱり実際に見てみると結構ね、人様のハウスで違いますもんね、やっぱ。まあ、最近はね、病害虫の観点からも、人のね、ハウス行くこともね、かなり減りましたが、減ったみたいですが、キュウリにはオオカエソ病というね、すごい難病があるんですけれども、一番厄介じゃないかな。もう不治の病ですね。いろいろ、まあそういった病気はいろいろあるんですけれども、厄介な病気は。まあ、このあったかいシーズン、害虫が元気なシーズン、一番ね、厄介と言われているような感じじゃないかな。もう感染したらね、木が枯れます。実もね、すごいね、気持ち悪い実ができるんですよね。なんか、実ができればまたいいですけど、実もできない時もありますしね。よし。かわいいですね。よいしょ。やっかいしょしょ。はい。まあ、そういった病害虫もね、病害虫というか、病気もね、増えているということから、なかなか人のハウスを見ることはないみたいですね。よいしょ。で、こんな感じで、はい、妻と子供ですね。楽しそうですね。今日ね、子供がちょっと体調不良でして、なので保育園に行けないため、妻はね、今日は子守です。どうしようもないですね。元気は元気なんですけどね、ちょっとね、保育園に到着前に嘔吐しちゃいまして、まあ、念のために休んでくださいということでですね、はい、休ませました。まあまあ子供は子供で楽しそうですけどね。よいしょ。よし。あ、そうそう、このね、内側なんでね、このテープとテープの間にやりたいかというね、はい、理由なんですけれども、これですね、まあ私、昨日の動画中、まあちょいちょい動画中で言ってますが、遮光剤というのをね、準備が一通り済んだら散布するんですが、要は光量を抑えるための、まあ、白っぽいね、わざとビニールちょっと曇らせるんですよね。で、ハウスの中をね、若干日陰にします。っていうのも最近はね、結構まあ、年によるんですが、日差しがね、結構強いです、12月頃まで。そういうのもありまして、キュウリのね、芯、成長点が焼けてしまう、まあ、葉っぱでもあるんですけど、葉っぱはいいんですがね、まあ、成長点が焼けてしまう、それを防ぐためのね、はい、遮光剤であります。キュウリとかの成長点はね、稲とかと違って、稲はね、根元じゃないですか。キュウリはね、先端にあるんですよね、つるの。でそれが焼けちゃうと成長点がね、ダメになっちゃうので、まあ、もう成長しないということになっちゃいますので、それを防ぐためにね、遮光します。もちろん雨とかで落ちるタイプですので、3ヶ月保持タイプだったかな、私が使ってるのは。半年だったかな、まあそのぐらい。結構ね、11月とかになっても日差しはね、強いんですよね。さすがさすが、もうね、秋がないと言われるぐらいですが、ね、宮崎は、そして太平洋側ということでね、雪の影響もね、ほとんど受けませんので、
冬場はねすごく天気がいいです。本当に天気がいい。ちょっとね日差しは強すぎるみたいですね、まあ、なので遮光しております。それをしてからはですね、まあ、かなりね楽になりました。キュウリの管理が、私の家のハウスは頭上冠水とかそういった設備はついてないので、まあねキュウリがしおれる、特に定食したばかりのキュウリですぐしおれるんですよね、苗だから。でも、まあ、その度にねよいしょ水をね散布するんですけれども、手冠水ですよね、何千本と植えてるのでやっぱ大変なんですよね。よいしょ、うちの場合は50センチ株間、ハウスの長さだいたい40メーターと考えて50センチ株間だから、まあ、だいたい80本植える、それがね一掘りに3ベッド、ね、あるような感じですのでね、3ベッド80本の3 240×10 2000ちょっとある計算なのかな、株間50の40メーターだから 80本のかける3が1頭、まあ小幌もありますけど、小幌はね2ベッドしかできませんが、まあ大体の計算として 80×3240×10 10連投でねと思えば、まあそれだけね手冠水、まあもちろんね一個一個ジョールでやるというよりはもう私は同粉で10頭高のね防除用のハウスの防除用のですね10頭高のノズルでもう霧のようにしてねバーッと歩いてかけますけれども、それでもね手間なんですよね。ただそれをね1日2、3回としてたんですが、遮光剤をしてからはですね1回で良くなりました。もちろんね成長ある程度成長した時にはもうしなくていいということで、最初のねハウスの上に散布するときはかなり手間なんですけれども、それからはねかなりいい感触ですね。ただ最初からそんなことするぐらいならもうねビニールにそういうのを吹きつけてもらったビニールないのかなとか思ったりね、なんかそっちの方がね切りできそうですよね。ちょっとね質問してみようかなと思いました。これ JA のビニール加工所にねビニールを頼んでますので、よいしょ、そういうサービスがあればねやっぱりねもう外注できるものはどんどん外注して自分のねする仕事を減らしていかないと、ちょっとうちの場合はねそっち方向に振っていかないと厳しいかなと思っておりますので、外注できるものは外注する、どんどん自分たちで自身でやる作業を減らす、ただでさえねちょっと作業量が多いっちゃ多いので、ただねキュウリ収穫した箱詰めとかはですね自分たちでしております。結構箱詰めを委託される方もいらっしゃるんですけどね、そこはね今自分たちでやってるような状況ですね。まあまだ、まあ、なんだかんだ言ってもうちは、まあ、人数がいますからね、父母、まあ箱詰めはしません、あ祖父はしませんが、まあ、祖母はしますといった感じで、箱詰めの人員は父母祖母私そして今年から妻も参加ということで、まあまあいますのでね、うん、なのでまあまあ確かに大変ですけど体の負担としてはないんですよね、時間的拘束あるんですけど、そうなんですよね、体の負担としてはすごくちっちゃいです。なんなら私より祖母とかの方が全然ペースが早いぐらいですので、やっぱりもう慣れてますからね、わかるんでしょうね、なんかもう持った瞬間入れてますね、箱を何個も用意して、まあ父母もですけど父はそこまで早くないか、で私は遅いですね、よいしょ、そんな感じでね箱詰めは家でしてるような感じですね、箱詰めて言います、そのね選果作業をね、古選というやつですね、だから強選じゃなくて、私の家ではねこのキュウリだけは JA 出荷じゃないので、はい、JA 出荷だったら強選になるのかな、あのなんかコンテナかなんかに入れて出すのかな、
よいしょ。よし。OK。やったね。でも、結婚式気分からも、脱却しましたね。いやーね。やっぱり一回遊ぶとね、どうしてもやっぱり、そのね、気持ちがね、やっぱりちょっとね、はい。その余韻に浸ってるので、遊びのね。まあ、それはそれで楽しいんですけどね。昨日もね、若干余韻に浸りながら楽しかったなとか思いながらね、過ごしておりましたが、さすがに2日経つともう現実だな。はい。よし。よしよしよし。いいですね。でもテープ縛りの時よりはしゃがみ作業じゃないのでね、今中腰作業ですが、あれ、ハサミポケット入れたよな。あった。よし。テープ縛りの時ほどは疲れませんね。やっぱりあれが一番きついな。ほんと、もうね、ほんとね、あのテープ縛りだけは農家になったことを後悔する、そういった日ですね。皆さん体重管理とかされてますか？もう私はね、してるつもりなんですが、減りません。一応ね、去年から、まあ、YouTube はね、一昨年と、まあ29歳の時に始めましたが、29歳の、まあだから30歳になる年の正月って感じかな。2022年の正月。まあ30歳を迎えるということで、ね、ちょっとプレッシャー、なんかね、なんか30歳って私の中ですごくプレッシャーでして、まあ、どんどん体が動かなくなるんじゃないかなと思ってね、怖くてね、2022年の8月ぐらいからですね、週に1、2回のランニングを始めました。まあ、それをすることによってね、だいぶね、体はね、まあ、正直動くなっていう感じではあるんですよね。まあ、趣味でね、野球とかしてますけれども、その動く、体の動く感じもね、まあ、なんだろう、学生の頃を除いた20代の頃よりは動くなという印象なんですが、でもね、体重は痩せないんですよね。なんかな、晩酌かな。確かに晩酌はほぼしてます。でね、でも晩酌やめるわけにもね、いかないんですよね。やめるわけにもいかないって、何、アンポンタンなこと言ってますが。いいね、やっぱね。別にガブガブ飲むわけじゃないんですよ、私。あの、お酒弱いからですね。たしなむ程度ですか、ほんと。一日の終わりね、プシュッとするか、まあ、焼酎飲むか。プシュッとするときは少数派ですね。ビル高いので焼酎ばっかですが。まあね、夜のお楽しみじゃないですが、まあ、農家の方ならあるあるなんじゃないでしょうか。とりあえず家に帰ったらプシュッとね、はい、しますけれども、ねえ、減らないんですよ。ずっと92キロ。私高校の頃のベストの体重が83から86のイメージがありますので、83から86の頃が一番体が動いてたなと。その体重ね、だから今もう高校生じゃないのでね、もっと軽い方がいいと思うんですよね。そこから1割ぐらい引いた75キロぐらいがいいと思うんですが、75キロってもう中学生の頃以来なってないんですよね、そんな体重。私 BMI なら肥満なんですよね、ほんと。BMI で見ると。困ったなと思って、体重落ちない、全然。もちろん筋トレもしてますので、まあ、そこまでね、この体重が今のところ重いからといって、不具合は出てないんですけれども、まあ、でもね、筋トレしても関節は鍛われないですからね。やっぱりね、農家してるとやっぱ体使うので、こういう作業ね、まあ、しゃがみ作業であったり、こういうね、高所作業であったり、そういうの考えるとやっぱりね、関節への負担は減らしておきたいなってすごい思うんです。いくら走ったからといってね、いくら筋トレしたからといって膝を鍛えることはできませんからね。なんなら
何もせずね、筋トレもせず食うこともせず走ることもせず、ただただ体重を落としていく方がね、関節には優しいと思うんですよね。それだとでもすごい野球とかのパフォーマンスが落ちそうで嫌なのでしたくないですが、けどね、怖いんですよね。ねえ、皆さん体重管理されてますかということでね、本当気になります。もう私すごい太りやすいからですね、そうでもしてないと多分ね、何もしてなかったら100キロね行ったことあるけど余裕でした。本当ね、普通の食生活を送っていれば行きますね。はい、100キロなんてね、太りでない人は太りたいと言いますが、まあね、ないものねだり、私もですけど痩せたいと思いますけどね。でも私は痩せてた方がいいと思うんですよね。やっぱりね、太れないって悩んでる人聞いたことありますけど、このね、まあ私がこういう仕事してるからかもですけれども、絶対痩せてた方がいい。別にもうね、農家で力作業なんて必要ないですもんね。機械がするから。そんなの小屋し袋抱えられれば上等でしょ、力作業なんて。20キロね、そう思うとね、はい、絶対軽い方がいいよなって思いながらね、日々過ごしております。よいしょ。ということでね、だべりながら最後の部分に到達と。いやー、いいですね。やっぱりしゃがみ度合いがね、しゃがむ度合いがね、少ないので、喋りもね、軽快ですね。風も吹いてて、まあ晴れてますけどね、雲も出てて風も吹いてると。雲が出てるおかげかね、どっか雨降ってんのかな、風が冷たいんですよね、若干。やっぱ露骨にね、この涼しいと元気になりますよね。涼しいしきつくないとね。その極地がトラクターとか軽トラの中でしょうけれども、いやー楽だわ。ずっとこんぐらいでいいんですけどね、そうはいかないですよね。まあでもね、徐々に涼しくなるでしょう。あの稲刈りの頃を思うとね、だいぶ涼しくなったなと思いますので、なんか長いな、これ切っとこう。これに巻きつくと面倒ですからね。はい、おっと電話だ。はいはい、ということでね、あの今の電話ですけどね、まあ、ポケットにスマホ入れてると、ね、画面をね、体から外側に向けててもね、なんか汗で誤作動しちゃってますよね。なんかいろんな人に電話かけてたみたいで、はい、折り返しが来ております。いやー、ほんとスマホこればっかりである。うん、まあそんな感じでね、はい、今日はね、この袋紐結び、これをねお送りしました。まあ今一谷目が終わったということで、はい、残り8谷頑張りますでね。まあ紐が増えるんですけど、このテープとテープの間にね、こうやって収めたことで結構ね、すっきり見えませんか。はい、これでね、歩きやすくなったかなと思います。この作業もね、済ませて、ちょっとハウスの中もう一回除草剤振らないとな。草も生えてきました、また。はい、まあいろいろありますが、暑いのでね、まあ今日は涼しいですけど、ぼちぼちと頑張ってまいります。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよって思った方も、うんと思った方も、痩せれるといいねと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひ、うわ破れてる、よろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。